続いて日本対デンマークをご覧いただきましょう。まあ、怪我してるってことはもう全然気づかれないようですね。これじゃわかりませんね。非常に早いですね、はい、ただ時々同化するとちょっと足のもつれがあるようです。この今村選手は学生のチャンピオンを取りました、はい、国際試合は初めてですけれども、はい、非常に素質に恵まれた選手だと思います。で、高校時代はサッカーの選手で大活躍をした選手、はい、まあ突きもよし蹴りもよしと、しかも度胸もあるということで、はい、今後非常に楽しみになると思います。国内大会でも入賞を果たして、国際大会晴れの舞台でも堂々としたものだということでございます、はい、将来が楽しみな選手の一人でございます。速攻の横道選手です。2年連続して国体優勝ということで、はい、大変自信をつけております。ベテランの江原選手、さすがに動きは速いし、はい、非常に軽妙なフットワークですね。大会ということでかなりの迫力でございまして、ただただこう息を飲むだけという感じでございますけれどもね。迫力ありますね、はい、こういう回り込みはうまいですね、はい、チャンスの使い方もいいです、はい、森選手、まあ、若干稽古不足気味なんだけども、はい、なかなかやはりベテランらしい動きを発揮していると思います。ちょっと外れ気味だってことですね。ははは、足癖があります。森選手の時間切れ優勢勝ちです。5対0、日本の勝ちでございますね。